悪名高い外国人実習制度という制度があるんですけれども、去年の失踪者行方知れずとなった実習生は9006人に達するそうであります。それがそのままそっくりと不法滞在者となり、地下に潜って犯罪組織窃盗団などを形成し、作物泥棒や電線泥棒をやらかしまして全国各地で捕まっております。不法滞在者を毎年毎年数千人単位で、去年は9000人増やした外国人実習制度、これをどうして岸田政権が続けると言いますと、岸田総理の弟は実は外国人の就労を支援する会社を経営しております。つまりですね、実習生の窓口会社を岸田総理の弟が経営していると、明らかな利益誘導なんですけれども、岸田総理はそれを指摘されてもやめようといたしません。外国人実習制度を使おうと思う企業向けのセミナーでは、実習生は現代の奴隷です、はっきりと説明されるそうであります。それでもなお実習生を使う会社や農家、土建屋さん、終わってますよね。さらにはですね、米国国務省人身売買白書にて、日本の外国人実習制度は人身売買である、奴隷貿易である、はっきりと指摘されているにもかかわらず、総理の弟がそういう会社をやっているものですから、自民党はこれを一向にやめようといたしません。米国に人身売買と指摘されているのでありますから、それを国家がやっているのでありますから、自民党は人身売買政党ですよね。それでもやめようとしない、年間数千人単位で不法滞在者を増やし続けている、さらにはですね、労働力を輸入しているわけですから、日本人の賃金が上がることを抑制しております。こんなことでいいんでしょうか。私は外国人実習制度はすぐにでもやめるべきだと思っております。この前この池袋にて外国人実習制度廃止デモを行いました。100名以上の方が参加してくれたにもかかわらず、テレビ新聞は一切それを報道しませんでした。国葬反対なんていう集会だったら、たった5人の参加者でもテレビ放送するのに100人以上が集まったでも一切放送しません。どこのテレビ局もでやります。これでですね、私は外国人実習制度廃止デモは日本人のためになるデモであると確信いたしました。テレビ新聞は日本人のためになる活動を隠して隠して隠そうといたします。12年前にフジテレビ抗議デモというのがありましたけれども、それも一切報道されませんでした。その時は1万人近くがデモに参加いたしました。私もその一人であります。日本のためになるデモや集会は一切報道しないテレビ新聞、そうやってそのまま滅びていけばいいと思います。